第4課少しし休んだ方がいいですねさあ着きましたここが東京インターナショナルホテルです土田さん 私はちょっと疲れました。じゃあ、少し休んだ方がいいですね。ウェブさんも私は大丈夫です。飛行機の中でよく寝ました。ええ、マイケルはどこでもよく寝ます。この間はお客さんの前で寝ていましたよ。へえ、それはすごいですね。ええー、と、 マイケルさん、すぐチェックインをした方がいいんじゃないですかええ、そうしましょう。じゃあ、私はここで待っています。お待たせしました。バーバラはシャワーを浴びていますが、すぐ来ます。そうですか。じゃ、 バーで待ちましょう。ところで、飛行機の食事は何でしたか肉でしたか魚でしたか魚じゃありませんでした。肉と野菜でした。それじゃあ、夕食は、魚がいいですね。マイケルさんは、お寿司が好きですかええ、好きです。バーバラさんは家内も好きですよ。 前はあまり好きじゃありませんでしたが今は何でも食べますそうですかじゃあ寿司屋へ行きましょうかいいですね Reading comprehension exercise The following are the answers to the reading comprehension exercise Please answer the questions in your text before listening to the tape ウェブさん、日曜日はいつも何をしますかそうですね。ゆっくり寝ます。それからテレビを見ます。どんな番組が好きですかニュースです。CNN のニュースをよく見ます。スポーツはしませんかええ、しますよ。昨日はテニスをしました。 part two. テニスは何時間ぐらいしましたか ?2 時間ぐらいです。それから六本木のレストランに行きました。そうですか。何を食べましたかイタリア料理です。それから何をしましたかディスコへ行きました。1時間半ぐらい踊りました。それじゃあ少し疲れましたね。ええ でででも、もとても楽ししししかかったた。たす。す。中中村ささん、ん、大変です困りまま田中さんどうしましたかテキストを忘れました。貸してください。 いいですよ。はい、どうぞ。あのー、何ですかペンも忘れました。はい、これを使ってください。それから、まだ何を忘れましたかノートと辞書と消しゴムを忘れました。全部忘れたんですかすみません。 それから宿題も忘れました宿題のノートを見せてください宿題はダメですよ田中さんどうしましたか病気ですか家へ帰った方がいいですよこれでレッスン4は終わりです